首位とのゲーム差 21.5 ゲーム差の6位、借金は21個も抱えてしまっている現状で、なおかつチームは8連敗中。この8連敗というのは今季最多の数に並んでいる状況、9連敗したらそれを飛び越えてのセリーグ記録、今季のねっていうことになる。ここまで来たら9連敗いっちゃえばいいんじゃないと応援する自分もいれば、いやいや8でとどめようよと、ここで止まろうよと静止してくる俺も心の中にいて、どっちの俺が最終的に出てきて笑うことになるのか。わー、相手選手状態いい選手がたくさん揃ってますね。もうこんな絶対打たれるやん。抑えれるビジョンが一切浮かんでこないんですけど、やらなきゃダメなわけであって、今日の先発は小笠原ですね。もう最近中3日での登板機会を与えてますけども、今日だと同じですよ。勝つためには、連敗を止めるためにはお前のピッチング、それが必要で、まあそれだけでは勝てませんけど、打線の援護がなきゃね。でもその打線の援護あっても負け取るからね、それをひっくり返されて炎上してっていう、今日もそういうことになるのかな。状態悪い選手はいますけども、その辺の入れ替えは特になく、小笠原でいって、まずは小笠原で抑えていきましょう。状態のいい相手打線を止めるか、それとも止まらずそのまま行っちゃうのか、どうなのか分かりません。やってみねえとね。終わった時に止められていたら喜べるんですけど、止められてなくとも納得ですね。今日のゲーム展開に関しては、勝つビジョンってやつが、あれれれれ、加藤翔平のホームランがいきなり生まれて3点ゲットで、打線の援護はあったあったあった、それを守って勝てるのかどうかっていう話になってきて、それができてないから負けてきてるんですよね。面白いことに負けたゲームって本当いろんなバリエーション方向負けてきてますからね。守れず負ける、打てず負ける、どっちもできず負ける、いろんな負け方があって、今日はどれを選択する。得点は取ってくれた以上は、負けるとしたら守れず負けるですよね。得点取れずに負けるってことはないんだから、取ってくれているからこそ、相手戸郷から3点、加藤翔平ノリノリパワーを発揮してくれたね。どうだれ打ったんだ、打ってくれたんだ、それに応えるのが先発投手の仕事で、今日後半戦の初勝利をようやく挙げれるんじゃない。チームの連敗云々の前に、後半戦始まってからこれで何試合目、7試合目か8試合目ですけど、未だ勝利がない。今日挙げなきゃダメでしょ、挙げるつもりです、満々です。でも気持ちとは裏腹に勝ててないのが今シリーズ。今日は違う、今日は違うんだ、そういう強い気持ちを持っていきましょう。ただやっぱ状態の良さが怖いんだよな。ただでさえジャイアンツ打線に相性が悪く、1試合目も打たれてる、その流れもあるのに、1試合目はよりその可能性が高いでしょう。慎重に慎重を重ねていかないと、難しい一日になるぞ。勝つにしても、まあ負けるときはあっさりしてると思いますよ。結局ボコボコにされて得点取ってくれたら台無しにして、負けたっていう温度を踊ってるでしょうね。そんな温度を踊るつもりはねえんだ。勝つんだけど、勝ちに行きたいんだけども、ノリノリの精神に関してはシングルヒットであればどうぞの精神で、そのダチョウ倶楽部的な感じでいいんですよ。その後つなげられなければだけどな。ライン抜けてく、そんな器用に流して打てる丸が未だいるんだった、リアルで見せろ。この世界で頑張って中日から打ったって意味がないだろ、リアルで頑張らなきゃよ。なぜここで打たれるのか。4番にはウォーカーが入ってる。今日の1日気をつけていきましょう。誰であろうが状態の良さ、また能力の高さを考えたら怖いことは確かだ。ん、簡単にとはいかないか。いやでも簡単に行こう。これはスラーブ、膝元三振。もうね、ガンガンに武器となる球は初回から使っていきましょう。気を抜いたら全部やられて、全部空手、もう何も残ってない可能性もありますからね。服だけじゃないですよ、髪の毛まで全部空手てる可能性もありますから、それくらいやっぱジャイアンツ打線の破壊力、またこちらが苦手意識的なものを持っている。真ん中失投、相手のミスによって助かった命を大事にしていこう。命を大事に作戦で、この命を次に放り投げることはあってはいけない。三振。いやもうこれからたくさんのピンチが来るでしょうけども、そこをできる限り乗り越えていって、今日初めて後半戦の初勝利と共に連敗を止める、そういう形を開けれたらああいいんだけど、でもここまでにこれだけ敗北していて、借金も21でしょ、勝ったところで意味あんのって言われたら、あ、やめよう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 、そんなこと考えたら勝つ意欲っちゅうものが失ってしまうんでね、目先勝つことだけ集中したらいいんですよ。もうこれまでの積み重ねがあるから、どうしてもね、やっぱり今日勝ったところで意味がないんですよね。借金が一つ減るだけ、減ったところで20以上あること確かなんだから。でもそんな先の長い話のこと考えてやったら仕方がない。今は目の前のことだけ集中していればいいの。勝つこと、勝つこと、チームが取ってくれた得点を守ること、それをやっていたら、その積み重ねをやっていたら、後半戦もしかしたら終わったら貯金がなんてことはあるかもしれないし、ないかもしれない。今の時点では言い切れないよね。この後も守っていきましょう。どこからでも打てる打線を相手にしてるんで、油断は本当にできない。際の際を突きながら、まあ、変化球で外しながら、タイミングもね、コースつくだけじゃない、タイミングも外していかないとね、コースついてもタイミング合ってたらホームラン簡単になりますから、怖いねんな。だから変化球も織り交ぜながら、でも直球でゴリ押すところも見せていく。ズバッと三振で、何だってできるぞ、何だってやらないとダメなんだぞ、分かってるぞ。今日連敗を止めるには、なんか空気としてはいい感じですね。チームが一丸となっているような気がするけど、そんなものはチームは破壊されますからね。
まあそれ相手打線にもだし、こっちの何か一つミスが絡んでね、怖いのはそこなんすよね。相手打線にやられたらこっちの実力不足で済みますけど、例えばこっちのなんか変なミスとかによって全部壊れたら、まあそれも実力不足ですよ。技術がないからそういうプレイが生まれてるわけなんですけど、そんな崩れ方嫌やな。散々崩れに崩れてきた、もう死骸だらけですよ。そんな死骸をまた一つ二つと積み重ねるわけにはいかないでしょ。今日からはもう生きていくんだよ、この世界で。そのためにミスなく行こう。それはもちろん投げてる時もそうだし、守備の時もそうね。変な送球ミスとかタイマンプレーとかね、よくやりがちなので、そういうのはなしにした上で勝つ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 行こう。まあ小林なんでね、この辺ズバッと三振でいくのは当たり前であって、2巡目入った時にまた怖いですけども、まだ1巡目の話なので抑えれるのは当たり前。これね、よくあるのは序盤に得点取ってくれるんですけど、その後本当に誰もいなくなったの、そこからっていうくらい返答がないんですよね。誰も俺のコーリングに答えてくれないっていうね。この声は聞こえるかい？いや聞こえない、全然返答ないですね。多分そのパターン、今日は3点のまま終わるから、この3点を守らなきゃダメで、それをどこまで行くかですよね。まあ6回までは最低限行かなきゃと思ってますけど、小笠原を使ってやる以上でもね、それ以上引っ張るとやっぱ打たれて負けたことも直近あるんで、先発の替え時、そこもミスらないように、これだけ状態いいんだからね、長く引っ張ることによって試合全部ぶち壊れる可能性がある。もうほんと一人一人変えながらやっていかないとダメじゃない。よしよしよし、球を慣れられる前に変えていかないと。こっから2巡目入るとこなんで、より慎重に、はいはいはい、2巡目なんでね、このストレートも初球からガンガンに打ちに来るし、はぁ、いや集中して目の前のことに、言いたいことあるけどね、言いたいことあるから、ちょっとレプレイ見ていく。うん、今の坂本ですよ、34歳くらいのね。そんな坂本を相手に、まあ、どう考えても守備のミスですわな。坂本の足が速いから内野安打になったんじゃなくて、取ってからなんか投げるまで2、3秒時間かかったよね。で、ショート守ってんの誰って言われたら、もちろんリュークです。開幕からずっと遊撃手を任しているんですけど、なんだなんだ、送球いい持ちだからそれが働いたってこと？守備能力自体は高いんだけどね、時々やらかしたりもするし、でも基本的にはいいイメージがある。そんなお前のプレイによって全部がぶち壊れた、ぶち壊れたってことにならないように、そんなうちにたどり着くつもりはない。ノリノリの若林が怖いんですけどね、だからこそランナーとして絶対出したくなかったんだけど、うん、気をつけよ気をつけよ、危ないね。もうこういうコースの様子についてもこいつ反応してくるよ。今日の若林はスーパー若林とでも言いましょう。若林じゃないね、もはやね、なんかよくわかんない強い物体であることは確か。あー、いやいやいや、詰まらしてる詰まらしてる、危ないね。140後半くらいのストレートだったら多分スタンドまで行ってたけど、今150出てたと思うんで、若干差し込めて打球はスタンドまではいかなかった。若林を抑えた以上はまるで終わらせておきたい、このイニング。反応してくれ反応してくれ、いや反応するってそういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、ファールだよね。よかったよかったよかった、ストレートが効いていて若干タイミング合ってなかったね。この流れでスラーブ外、反応ないんかい。それだけは反応しないっていうね、アウトコースのストレート、うわーこれも反応してくれ、うっとうしい。じゃあもうインコースから入れるカーブ、これしかない。ズバッと三振、全部使ったね、使えるもの、うん、数少ないですけども使えるもの全部使った結果の三振。はあ、よかった。命まだあるね。どうどうどう、ああ、やっぱコーリング答えてくれないのね。この声は聞こえるかい？聞こえないらしいですね。じゃあ、頑張るわ。苦しみの中ね。誰も助けてくれませんけど、やるよ。やらなきゃダメだよ。オッケー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 。これも慎重に慎重を重ねてね。もう慎重を重ねていきましょう。やめてやめてやめて、はい、バット折れてヒットになるやつ、一番恐れていたやつ、これで顔の世界一変しますからね。あーあーあーあああ、全部壊れちまっただー、元通りにならないんだよね、壊れた世界って。バリンと今ひび割れた感じがするわ。どうする、この後どうする、うーん、頑張ろう、また新たに頑張ろう、そういう新たな決意を持ってね。また、はい、詰まって、はい、詰まって、はい、詰まー、この後どうなるか大体わかるというか、それを映像でお見せするわけですから、それを楽しんでどうぞ。ここから言葉数少なめでいこうと思いますが、ピッチングに集中して。ん？あ！一点も入るけど。まあ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 、一番最高の形を取れたとは思いますけどね、1点は与えましたけど、もちろんこの1点も与えない方が良かったですよ。後の展開を考えたらね。でも、1点だけでいけたのであれば、この後はもしかしゼロでいって、いやいや、は1点だけでいったのにこんなやつにホームランを浴びる、まあ、これも CPU のさじ加減ですからね。能力的にはお前がなんで打てんねん、2023年のマスデリックはいけるマスデリックなわけねえじゃん。リアルで全然名前聞かないお前がここで打つ、理不尽でしかないけどね。こういうことがたびたびあんのよ。気にしない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 、
まだ1点差あるんだからね。いや、1点差しかないっていうのが正解ですけどね。まだじゃねえだろ。もう1点差しか。次、ピッチャー菅野なんで。あ、戸郷か。あ、そうですね。ピッチャー菅、戸郷のとこなんで。うん、そうですね。そうですね。ちょっと冷静に慣れてない俺がいますけど。ここで待って。タッチでアウトで。うん、1点差で5回のマウンドを迎えて。そこまでかな体力的に。うん、それ以上は行かせられないですね。で、あとは後続を抑えてもらうという形を取りましょう。点がもしもここで入るのであれば、6回まで行ってもいいかなって感じなんですけど、ここはバントを決めて、うん。で、1番の岡林得点圏で全く期待できないバッターだけども、ワンヒットでランナーは帰れるよ。その状況から、打ってくれるわけもなく、うん、やっぱ3点だけで終わるからこそ、この3点目を絶対に守る5回のマウンドにしていこうや。相手はちょうど1番から始まるところですね。ここを抑えられないのであれば9連敗待ったなし。ここを抑えれるのであれば8連敗でチームの連敗を止めることができる。その役目がお前にあって、だから多くの機会を与えてはいるんだけどね。勝ててないけど、今日勝てばいいんですよ。ここまで負けてきたのも苦しい思いも、ここで連敗を止めて、こっから俺たち上に上がるためだろ。そう解釈してるんだけど、これまた、いや、もうこれはリュウ君じゃないですね。また内野安打、坂本はでしょ。もう連敗中のチームの典型的な事態だと思いますね。こういう詰まった打球がヒットになる。サッカーずっとそうでしょ。で、こういうピンチを若林で迎えてしまうというね。詰まって、はい、詰まって、これはアウトで、よかった、よかった。まだ終わってないからね。あと2つのアウト奪えんのか。やらなきゃダメだろ。行くよ、やるよ。いや、もうその辺ちょっと反応してくれないのはクソゲーすぎますけどね、いくらなんでも。ほんで、ちょっとでもコース甘くなったらホームランでしょ。野球でやらないやん、そんなん。確率低いのが野球でしょ。野球をもっと再現してくれよ、パワープロ君。全然再現できてないけど。まあ、追い込むことができたんですけどね、そんなこんなで。カーブ。アウトコースは反応ない上に、こうやってカットもされるんで、やっぱないな。スラブ。これはもう見せ玉的にね。で、最後、インコースのカーブでまた勝負する。わーあそこから入れたら絶対左バッターあのカウント反応するでしょ。もう前もってあそこに来るって分かってたら反応しないけどね。分かってたんでしょうね、きっとね。このピンチでウォーカーを迎えました。頑張ろう。頑張りを見せる時ですね。うん、やらなきゃ。結局こうなんねんな。もうやめようか。もういいんじゃないかな。やりきったと思いますよ。本当もう後半戦ずっとこの繰り返しなんでね。援護ありました。でも俺が結局こういう形で失点許し負けてっていうね。守りきれなさすぎ。もう前半戦と後半戦で別ゲート化してますから。なんなんこれ。前半戦はそれなりに抑えてたわけじゃないけど、抑えれてたゲームあったよ。でも後半戦は1試合たりとも抑えていない。援護がある時もない時もね。本当に理不尽で仕方がない。まあでももうこれ連敗中だからなんですよね。これもあれも多分この連敗が止まってまた次の巨人戦を迎えた時、こうたやすくはホームラン打たれないと思いますよ。その時に止まってんのか知らへんけどね。止まる気配はないですけど、もう全く。でも止められているのであれば違うと思う。連敗中の流れを引きずってるからこそ生まれた結果でしかないと思います。という、何その解説。解説して何になるの、それ。誰が納得するの。納得して何になる意味がない。まあこのようになりましたと。さ、3回まで頑張ってこれたんですけどね。4回の失点、この5回の失点で、チームは負けてしまうと言うんでしょうかね。小笠原マウンドを託されたのであればこのまま行きましょう。本来ここで変える予定でした。 A をもちろんリードを保って、でも2点差になってしまった以上はもう変える理由はないかな。任された以上はいかないと。そういうピッチャーですし、でもちろんここもね、2点差のまま終われば、もしかしたら、もしかするかもしれない。もう勝ち方があるとしたら、打線が奇跡的にひっくり返してくれる。まあ前半戦たびたびあったんですよね。大量失点した流れからひっくり返して勝つみたいな逆転劇が。まあこれ点差的に大量失点とは言い難いですけども、まあでもなんかそういう奇跡を起こしてくれるしかないと思います。ごめん、俺の手で勝たすことはもうできねえ。打線が全てをひっくり返してくれることを願い、祈り、もうそれしかねえ。頼むわ、よろしく頼む。もうそれだけ言えることはね。とりあえずこのまま押さえていきますけど、それで終われたらいいんですけど。お前ら、どこまでとも、いつもいつでもさ、ほんといつもいつでも取れない位置にいるよね。前も後ろもね。と情けね、ゴミクズみたいな選手ですわ。あいつの存在を消すとこから始めてみようかな。あいつのポジショニングの問題が悪すぎて、ほんと腹立って仕方がないんだよね。一番いらない存在。消えてなくなるって感じですけど。まあ、いや、小笠原でできる限りのことはやれてないけど、終わりました。今日やることはね。で、ピッチャー変えられました。で、7回何もありませんでした。残す2イニングは何ができると言うんでしょうか。
何もできないのかな。ああ、何もできないやつね。3点だけど悪いやつね。はい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 、はい、理解した。最後もよろしくお願いします。これでチームは9連敗。今季の最多連敗を更新して、そして10連敗が目前にあるということになりましたね。いやもう行きましょう行きましょう。そうするために今日負けたわけですからね。ここまで来たら10連敗行かないとダメでしょう。7月30日を迎えて、現在トレード依頼中、あ、依頼断られてますね。こちら佐々木朗希をトレードで獲得するために出してたんですけど、もちろん断られました。そらそうだろとしか言いようがないですよね。こっちのゴミみてえな柳と石川高也をさ、差し出して、球界の高から佐々木朗希をくれるロッテがいたらただのバカ、そんなバカがいなくてよかったとほっとしてるよ。こっちに来たとしてもそれはプラスにならないからね。 やっぱ球界のことを思えば佐々木朗希はロッテにいてロッテで育成して将来的にメジャーに行くべきで、今宵も勝てずに後半戦の初勝利はいつになるのやら。次回プレイするのはこのカードの3試合目7月30日のゲームということになり、同時に7月最後を締めくくる戦いにもなりますからね。負ければ10連敗もかかってるし、後半戦が始まってから7月は未勝利ですよ。本当にいつになったら勝てるのか、勝てる気配空気そんなものからないじゃ勝てないし、実際こうやってここまで負けてるし、その結果を積み重ねていくだけの7月になってしまうのか、それとも最後の最後に奇跡ってやつが起きて何か何か何かあるかもしれないし、何もねえかもしれねえよ。